キャラ橋駅は大阪二階市市にある南海電気鉄道高篠浜線の駅。駅番号は NK16 から1、道線唯一の中間駅である。改札口の様子ホームの様子端式一面一線のホームを持つ高架駅である。ホームは2階、線路から見て西側にあり、高篠浜方面と羽衣方面の双方が発着する。 法務庁は3両分程度あるが、現在は2両編成なので途中で塞がれている。1階のコンコースは、高架の柱がむき出しとなっている。無人駅のため窓口は封鎖されている。トイレは設置されている。羽衣駅高石駅の上り線降下工事、完了後から高志の浜線は運休となり、バスによる代替輸送が行われている。 2021年5月22日より、駅前に続く通路入り口にはバリケードが張られて閉鎖され、駅前広場を含め駅構内には立ち入り禁止となっている。2021年5月22日からは、羽衣駅当駅間の高架化工事による運休のため代行バスが運行されているが、当駅付近の道路が境外で、駅前への代行バス車両の乗り入れが難しいため、 少し離れた大阪府道204号、堺阪南線上に当駅の代替として、キャラ京停留所とキャラ京停留場の二停留所が設置されている。設置場所は下記の通り。なお、キャラ京停留所とキャラ京停留場の相互間の代行バスの利用は禁止されている。2019年時の1日平均乗降人員は1539人で、ある。 高砂公園内にあるキャラ教室町時代、南朝の五村上天皇にゆかりを持つ大雄寺の門前、足田川に架けられた奇襲街道の木橋で、材木に香木の人口を使用していたという由来が伝わる。千州市という書物に、昔、この橋板人口なり、ある人これを売って戦艦の銭を得た。ゆえに戦艦橋というと記されている。百六十五年に、 大鳥群今、在家村、吉次郎が、発起人となり、石橋が架け替えられた。長さ11.1メートル、幅4.5メートル、降欄、床板、手下板から橋脚まで、花崗岩の方形切り石を組み、緩いアーチを描く桁橋。三連桁の間には、角一列、30センチメートル角の松材が、用いられた。取り付基部は、石垣とする。 1988年に足田川の改修工事に、伴い臨海部にある高砂公園に移設。2008年4月18日、登録有形文化財となった。キャラ橋公園キャラ橋駅前商店会駅前のキャラ橋公園は筒ジ、さつき、仙壇の大木がシンボルとなっており、大阪緑の百選に選定されていたが、 高島浜先行加工時に伴い2020年4月13日から事業終了まで閉鎖となっており、樹木は伐採されている。周囲には邸宅が多くあり、戦前には木原橋園と呼ばれる一角もあった。赤木胸なりや住宅洋館駅前にある邸宅の一つが赤木胸なりや住宅であり、2000年4月28日以下の2点が登録有形文化財となった。 ありがとうございます。